松田学です。減税というと皆さんすごくいいことだと思ういう印象があると思いますけれども、世界の流れがちょっと増税という方にですね、行きそうな、そんなニュースなんですけれども、先般ですね、この G7 の財務大臣会合、ここでですね、この税の議論が行われて一定の合意が得られました。大きく言って、2つあるんですが、1つが法人税率少なくとも 15% 以上にしようということになりましてですね、でこれ何かと言いますとですね、この底辺への競争っていうのはずっと起こってきたんですね。各国とも企業を誘致するということのために法人税率を安くして競争して法人税率を引き下げて、経済活性化していこうという、一種の新自由主義的な考え方が濃厚な時代が続いてきたわけなんですけれども、でこれやりすぎてていたということが一つで、もう底辺を決めてしまおうということがあったんですが、このやりすぎっていうのは、いくつか意味がありまして、一つはですね、これからどうもアメリカも今回バイデンが6兆ドル600数十兆円に達するですね、この経済政策対策財政出動を決めましたですね、3回にわたって決めて2回目の雇用関係の経済対策の時に増税ということをですね持ち出したわけですね。でトランプの時にこの企業減税をやって引き下げたんですけれども、これを少し元に戻すと、いうことをやって、増税というのはやっぱりコロナ対策で各国ともですね、このお金をばらまきすぎて、これ財政赤字の問題が出てきたということになってですね、そのためにこの何とかしなきゃいけない、この財源を探すためにこの法人税という話が出てきたと。でもう一つはですね、これタックスヘイブの問題があります。で少なくとも 15% にするということを、国際合意を、これ7カ国だけが取ってもしょうがないんですね。いわゆるタックスヘイブンと言われている国々の税率がすごく低いんで、皆さんそちらに本社を移したりしてですね、そして結果として税を逃れているということが行われてきたんです。これはあまりにも行き過ぎているというんで、どの国もみんな 15% 以上にしなさいと。そうするとタックスヘイブンにこう税逃れっていうのがこう収まるだろうということになってですね、その大きなこの法人税についてこの2つの背景があるということなんですね。からもう一つがデジタル課税、これはGAFAなんかがですね、今までGAFAに対する課税がなかなかできなかった、基本的にこの直接税の考え方っていうのは、現地に法人税の場合拠点があると、物理的な拠点があるところに課税しましょうってことなんで、しかしGAFAのような IT 企業っていうのは国際的に展開しているものですから、サービスを実際に提供して利益を上げているのは必ずしも本社のあるですね、今というのはこのバーチャルな空間でどんどん商売してるわけですから、別に拠点なんかなくてもいいわけですね。拠点がなくたって利益を上げてると、だったらその利益を上げた国で課税されるならおかしいじゃないかという話があって、これを、調整しましょうということが合意されたということなんですね。税にいろんな歪みがあって、これが是正されたということになります。ちなみに今法人税率ってどうなってるか、これ国の 税率とその他に地方法人税の税率があるので、この比較はなかなか難しいんですが、実効税率という考え方があるんです。法人税について、これは国と地方を合わせた税率です。日本は 29.74% っていう、いわゆる 30% をやや切ってる水準なんですね。でドイツも 29.93%、 この G7 の中ではこの日本とドイツがもう 30% ギリギリのとこで、一番高くですね、高いといっても他の国ともあんまり変わりません。みんな 30% 以下になってまして、でアメリカは 27.98%、 フランスは 26.50%、 カナダは 26.50%、イタリアは 24% で、ちょっと低いのがイギリスの 19% ということなんですね。で、そういう状態の中でこれ、アメリカはこれから引き上げるということが言われているわけなんですけれども、この議論でですね、共同声明が出ました。これは法人税の最低税率について、少なくとも 15% と明記されまして、でデジタル課税は、さっき言ったデジタル課税は工場などの拠点がなくてもサービスの利用者がいれば
適切に課税ができるとしたわけですね。そして大規模で高利益の、多国籍企業に 10% の利益率を上回る利益のうち少なくとも 20% に対する課税が可能と、まあ、そういうことが盛り込まれました。で、これこういう合意に至ったもう一つの理由として、このこういったの最低税率を定めるとですね、もうもっと低い税率の国っていうのはいっぱいあるわけですね。でこういう 低税率国の同意を安くするためにアメリカがですねこの妥協案出してきたわけです。で、15% 以上という低めの最低税率だったわけですね。これをもっと高い最低税率にするともっと困る国が出てきたんですが、でそういうことで歩み寄りがあったと。この歩み寄りというのがこのバイデン政権になってこういう歩み寄りができたということなんですね。トランプ前政権はですね、大規模な法人税減税を実施した政権でもありですね、またデジタル課税そのものについて、まあ、実は他のヨーロッパの国なんか業を煮やして、まあ、フランスなんかは独自にデジタル課税するぞなんてやってたんですが、それに対してアメリカは猛反発をしていたと、まあ、やっぱりガーファーの利益を守りたかったということがあるんでしょうね。アメリカのデジタル課税は米国企業を狙い撃ちにしていると言って強く批判していたのがトランプ前政権になったんです。でバイデン政権になって先ほど言ったようにですね、4月に巨額のインフラ投資の財源確保の目的として法人税率の引き上げを表明してまして、そして合わせてグローバル企業が低税率国に利益を移している、まあ、さっき言ったタックスフェイブンの問題ですね。でこの問題で課税逃れを防ぐということで、海外収益の最低税率を上げる方針まで打ち出しているわけです。まあ、課税強化ということですね。でこういう流れに逆転、アメリカは逆転したということで、まあ、こういった合意に達したのはアメリカの態度の変更が影響したというふうに言われているわけですね。ちなみにですね、もう各国ともコロナウイルス対策で、この財政が悪化している中でイギリスがこの増税ということに先行して動き出しています。もうこの3月には財源の確保のために大企業向けの法人税率、これを現行の 19%、 先ほど 19% と数字言いましたけども、 19% から 25% に大企業向けは引き上げるということをもう発表済みなんですね。イギリスは税率引き上げは約半世紀ぶりだということです。ただこういうこの G7、 あくまで G7 での合意なんで、これから OECD で協議しなければいけなくなってくるということです。でここになってくるともうかなりの数の国が地域が関わってくる。また G20 という枠組みも入ってくると、そうなると中国やロシアも加わって、果たしてどこまで合意が取れるかわからないと言いますのはですね、これあの G7 といった先進国にとっては今回の決定は有利だけれども、途上国には不利だという意見が出てるんですね。でこれはの貧困撲滅を訴える団体からもですね、今回の合意は途上国を犠牲にして先進国が有利になる制度だということを言ってるわけですね。まあ、アメリカやヨーロッパといった多国籍企業の本国では税収が確かに増えるでしょうと。しかしそうした企業が、まあ、事業展開を下にしている途上国では、まあ、そんなに税収が面でいいことがないということで、完全に先進国寄りではないか、ということですね。でそうなるとインドといった大国までですね批判すると、なかなか世界的な合意に至るのは難しいかもしれないという話があります。まあ、確かにあの G7 という G7 じゃないし、タックスヘイブンと言われる国々の状況を見てますと、まあ、旧、まあ、イギリスの領、英領ですね、これはのバミューダ諸島とかバージン諸島といった、これは課税逃れに使われてきたイギリス領、これ、宝島なんていう表現もありますけれども、そういったところがですね、まあ、これ、過去半世紀で最大の危機に瀕しているという報道もあります。でこういった島々はですね、まあ、富裕な中国政府関係者、あるいはロシアの新興財閥、オルガルヒなんてこともありますね。あるいは西側の企業、あるいはヘッジファンドといったところで、本国での納税額を減らすと、あるいはの秘密を守るというためにタックスヘイブン、租税開発としてこういうところが活用されてきたわけですね。まあ、なんかそういうことを暴露した文書が出て大騒ぎになったりしてですね、けしからんという話も出たことがありましたけれども、これは相当な規模で行われてきたわけです。企業や個人の課税逃れで失われている税収、世界全体で年間4270億ドルという試算があります。これも45兆円ぐらいですかね。
で、このうち多国籍企業が利益をタックスヘイブンに移すことで発生した損失は約2450億ドル、まあ、26兆円でしょうかね。で、富裕な個人の資産隠しによる損失は1820億ドル、まあ、20兆円ぐらいということでしょうかね。かなり大きな規模で、まあ、これをちゃんと各国で税収として確保していれば、その分社会保障が充実できたとかですね、いろんなことになるわけなんですね。で、英国海外領土っていうのはバミューダ諸島、バージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル、タークス・カイコス諸島といったもので世界に14カ所存在するとされています。で、まず先ほど言った数字の、この多国籍企業、2450億ドル、この企業の課税逃れの 29% がイギリス海外領土のタックスヘイブンを利用しているということで、この上位3つというのがバージン諸島とケイマン諸島とバミューダ諸島ということなんですね。で、このイギリス領土系のほかにですね、アイルランド、キプロス、ルクセンブルク、オランダ、スイスといった欧州大陸系もあります。まあ、アイルランドはもう一応 EU に入ってるわけですから、まあ、そういったこういった先進国の一つとしてですね、今回の合意はなかなか苦しいわけですね。アイルランドはですね、タックスヘイブンとして企業を誘致してきたと。だけど最低税率合意されてられちゃうと、まあ、EU は相当、アイルランド相当税収を失うと。だけれども、まあ、これは先進国全体の、責務だということで、今回、まあ、これに対して反対はしないという話も出てるわけなんですね。まあ、いずれにしてもこういったタックスヘイブンにとっては非常に厳しくなる。で、まあ、税率が共通最低税率を下回る国で企業が利益を得ると、今回の合意でどうなるかというとですね、その分については、本国に差額分を徴収する権利が与えられるということなんです。で、こうなってくるとですね、タックスヘイブンに出てもですね、それで税収が下がった分は本国で納めなさいということですから、タックスヘイブンのメリットが大幅になくなってしまうだろうと、少なくともこの企業についてはそうだということになります。ですから、この最も大きな打撃を受ける国はですね、この税制面の優位をできるだけ維持しようとしてですね、まあ、激しいロビー活動をこれから展開するだろうと。また、これ会計上の定義もいろいろ関わってくるので、利益とは何ぞやとか、納税額とは何ぞやかとかですね、その辺でもいろんな、まあ、とこのやり取りが行われてくるんじゃないかなというふうに思われますが、なんといっても世界の流れは今ですね、とにかく貧困法制でいなさいということなんですね。ESG って言葉もあります。 SDGs って言葉もあれば ESG は環境エンバイロメントですね。 S はソーシャル社会、そして G は企業投資ガバナンスといったことの改善を今世界中の企業、多国籍企業とかでね、問われてるわけですね。で、この中でこの襟を正して納めるべき税金を節税をして隠すことなく、ちゃんと公共の福祉のために使われるように納めなさいというふうになってきますとですね、このメッセージが非常に強烈だろうという話も出てるわけですね。で、結果として、まあ、途上国とか、あるいは今までのタックスヘイブンの所得や雇用が失われてもですね、このメッセージは今大切だという世の中になってきたという流れが一つあります。まあ、それはそれで一つの大きな流れなんですが、なんといってもやっぱり心配なのは、どの国も日本もそうですが、これから新型コロナ対策として大幅にこの財政が拡張して、そして発行された国債をどうし、なんとかしようということで、この増税の流れがですね、これがあまりにも行き過ぎると、またこれも景気を冷やしてしまいますので、ここは急激なその、この後戻りといいますか、そうではなくて、やっぱりこの柔軟な軟着陸ということを目指してですね、まあ、しばらくは積極財政を継続するアメリカの考え方というのが取られる。ただアメリカも増税しようとしているので、そこのところをですね、十分、考えながら、この収縮しがちのコロナ禍の経済をアフターコロナにうまくこう、こう軌道に乗せていくための財政政策というのはなお問われていくような感じがいたします。まあ、そういったことで、世界は増税の流れですが、やっぱりそれも気をつけながらやるべきではないかという話も、メッセージとして、出したいと思いまして、このニュースを取り上げました。どうもありがとうございました。